豊春期という大会に来ております。大阪とか兵庫からね、参加する結構大分県の中では大きな大会となっております。はい、こんにちは、梶谷岩です。本日はですね、豊春期っていう大会に来ております。まあまあね、大きい大会なんですけど、土曜日に練習試合があって、でその後日曜日に試合があるんですよ。でこの土曜日の練習試合がね、中学校時代マジで嫌だった思い出しかないんですよね。勝てば勝つほど一番上に残り続けるんですよ。勝たないと次の日初戦が厳しくなるんで、勝たないといけないけど強いところばっかり当たるってね、すごい練習試合兼試合があるので、ここに今日は来ております。ちょっと明日までね、残れるかわからないので、最後までね応援できるかわからないんですけれど、見ていこうかなと思っております。ということでですね、試合の方に入っていきたいと思うんですけれども、こちらはですね、豊春期の決勝戦となっております。赤が神崎中学校佐賀県、白がですね明豊中学校大分県ですね。で白が江藤選手、赤神崎中学校が原選手の試合となっております。懐かしいですね。僕これ高森中学校の3年生の時に出てるんですよ。で明豊義塾と明徳義塾だ、明豊義塾ってなんだ、明徳義塾さんと対戦をして、勝った思い出があります。まあ優勝したって感じですね。で中学校1年生の時はまだ大分中学校時代だったんですけども、高森中学校ボコボコにされてね、1年生がものすごく強くなって、1年間でこんな強くなるのかっていうのを覚えております。お前の話はどうだっていいんだって話なんですけども、しっかりね、観戦っていうか応援したいと思います。この日はですね、ちょうど菊池女子さんの方に行ってたんですよ。なのでちょっと直接ね、玉力みたいな解説はできなかったんですけれども、はい、白いですね。中学校やっぱ元気がいいですね。思い切った技に期待していきたいと思います。フリーギは大事ですね。うわぁ、やりぎわ、うわ惜しい、めちゃめちゃ惜しくないですか。次も大事、危ない、あーおー、いいとこっすね。あ、やっぱりでも今のは1本目の方が多分惜しかったと思うんですけれども、まあそれで流れを引き寄せて、でその後って絶対注意しないといけないんですけれども、そこでもう1本打ったことによって1本になったっていうような感じですね。めちゃめちゃいいところ打ちますね。てかすごい伸びの面ですね。明豊の江藤くんですね、江藤選手。よし、でもやっぱり昔に比べて中学生つばずり合いからの引き技っていうのがやっぱ少なくなってますね。コロナルールっていうのもあるんですけど、原選手小手打ちが腰から出てるのがいいですね。手だけで打ってないっていう感じがいいと思います。ほら、わかりますか、手だけじゃなくてしっかり体も移動してるっていうのが非常に大切ですね。はい、先鋒戦はですね、ということで明豊中学校の江藤選手がですね、選手をして面を決めてですね、勝利となっております。それでは地方戦の方にそのまま入っていきたいと思います。地方戦はですね、明豊中学校さんがですね、牧野選手、そして神崎中学校さんが、野中選手ですね。どちらもちょっと小柄な感じですね。特に明豊中学校さんの方が小柄かなっていうのが動画だけで見るとですね、まあお前が言うなっていう話なんですけど、私はいつも小柄です。中学生の方だったらまだ、ね、まだまだこれから、おー、面だ、面ですね。いいところ打ちましたね。あの、まあわかりますか、打ってなった瞬間に打てるってなるタイミングですね。あのタイミングで小手を打ってしまうと見て打っていることになるんで、あんな感じで面に上がってしまうことになるんですよ。なのでいつも私が試合の時よく言ってるんですけど、見て打っちゃダメだよっていうのがそういったところですね。うわー、おー、すごい、今の前技からの引き技うまいっすね。僕が動画で作ったと思うんですけど、あの前にたたた入ってからの引き技っていいと思います。入り大事ですよ。うん、うまいですね、入り大事だよ。一本取った後、おお、うわー、すごい、
やっぱ小柄でも、私もそうなんですけれども、小手技だけ逃げるとかじゃなくて、引き技をかませながら前技上技をね使っていくっていうのが非常にいいと思います。ということで明豊が前を2つ取ったような感じになるんですね。で中堅戦に入っていきたいと思います。赤がですね、また野中選手、そして明豊中学校さんが、田中選手ですね。うわうわ惜しい、多分狙えてるっすね、今ので見えたと思いますけど、今逆動フェイントした瞬間に田中選手が左手下げたの分かりましたか。そういう反応するんだなっていうのを見ることができると思います。まあ、前場外際でも作りましたけど、ああいった場外際今みたいにかわすことが非常に大切ですね。赤の野中くん、まあ、構えが綺麗ですね。私中学校時代あんな綺麗だったかな。ほら同じような入りだ、今の逆度見せるような、わかります、わかります今の。でもそれに気づいてるからね、田中選手は自分が今の入りで足が止まっちゃダメだよっていうところは気づいてると思うんですけれども、入り際大事です。うわうまっ、うまいね。自分から行った後にしっかり誘い出すってこともできるのはすごくうまい。ここ中中入り、うおー、いいところですね。反応早いですね。今の見て打ってたら絶対間に合わないんで、かなりパターン練習してるんじゃないでしょうか。入りは大事っすよ、初めのところいつも言ってますけど。前に入ってる、うわー、うわ今のよく小手面で予測してたのかな、相手が小手に逃げてくるってことは。ちょっとそこまでは不明確ですけれども、いいところですね。この入り際大事ですよ、立ち上がりも。あーなるほど、冷静ですね。まあまあまあいいと思います、いいと思います。誰目線だよって、ね、私も多分同じような入りすると思います。結構高身長じゃないですか、伸びのある面が今ちょっと入れて打つような感じが見えましたけれども、うおーいいですね。あれだけの身長差があった上での小手技っていうのはかなり有効的になると思います。僕もこの試合見るの初めてなんですよ、解説しながら見てるんですけれども。半歩ちょっと遠い間合いから面を打つことができるんで、あれ出頭とか結構危ないですよ、見て打ったら合わせていったら負けちゃいますね。ってなるとそれを予測しての小手技、下技を打たないといけないっていう感じですね。江口選手はですね、結構冷静な試合展開をする方ですね。入りや、あーガチ、うわーいいとこ、うわー、相手が下がった時結構言ってると思うんですけども、入り際相手が足が止まった時とか下がった時っていうのは有効だったポイントになります。いい面ですね、あの伸びのある面って多分ずっと言ってたと思うんですけど、あれは見ちゃったら絶対ダメなところですね。前で捌くっていうような動作が必要になると思います。うわー、いやこのタイミングでやっぱりもう一回面に行こうっていうのはなかなかねならないと思うんで、なかなか苦しいです、攻められてて。そうですね、前取ってたんだったら明豊中学校さんはもうここでね勝負を決めるんだっていうぐらいの気持ちで、行ってた方がやっぱ試合展開としてはやりやすかったんじゃないかなと思います。守ろう守ろうってなってしまうと後手後手になってしまうんで、
こういったところにやっぱ攻め気が大事だよっていうところが入ってくるんじゃないかなと思います。入りが大事。ほらちょっとやっぱ攻められてるでしょ。どんどん下がってる下がって受け身受け身っていう感じになってきてるところがちょっと危ないかなと見てて思います。この後も危ないよ。おーということで、岡本選手の面が決まっての 2-2 ですね、じゃあ今。はい、ということですね、対地上戦の方に入っていくんですけれども、赤がですね、鶴選手、そして明豊中学校さんが伊藤選手ですね。伊藤選手が1本取らないとチームが負けの状況かな。先方明豊中学校さん勝って、地方が2本勝ちなんですけども、1本与えてあげての、中堅が野中選手の本勝ち、江口選手が、江口選手、岡本選手が1本勝ってるんで、そうですね、1本負けてるような状況で回ってきている、こぼして。なので、江藤選手は1本取らないといけないですね。伊藤選手ですね、1本取らないといけないです。追っかけのワールドですね。確かに、まあ、1本取るために焦るっていうか、取りに行かないといけないんですけども、焦りを見せるっていうのはまたちょっと違うんですよね。ここが難しいところです。まあ、こうやってどんどん技を出していって、展開を作っていく。これは結構大切なことかなと思います。焦りを出さないって難しいですよね。だって私とかもどんだけ焦ってるのって見えるぐらい動きまくってね、打ちまくってね。やばいとは思ってないんですけどね。技出して見つけていこうと思ってたら自然とああなっちゃうっていう入り際大切です。何狙ってるか。ちょっと王子技狙ったデゴテとかね、そういった狙ったような技になってるんで、ああ、そう、こういうちょっと遠間からタイミングずらして思い切って技を出していくっていうことが非常に大切です。ただ入り際注意ですね。うん、ほら、わかりますね、この入り。ただ、この誘いっていうか、入りにつられて上技を注意しておかないと打たれてしまう可能性もあるんで、ここは注意は必要です。このね、この入りは、出後手にどういう風に対応するのか。例えば回して面打ったりとか、合後手面打ったりとか、小手打ってくることを想定しつつ、技を出していかないといけないってところですね。あそこで困っちゃわないと、困っちゃったら困りますね。困っちゃったら困るっていうか、技を出すのに迷ったらダメですね。うわー、うん、タイミングずらすのうまいですけどね。面が得意なのかな。伊藤選手は上技が多いかなと思います。やっぱり細かい技、下の技があったりとか二段技とかあると、こういう時の追っかけには有利かなと思います。あ、こういうところ、こういうのうまいですね。こういうのが何発か出た後に担ぎ面とか小手技打てるとすごくいいと思います。上技注意。うまい。あそこで反応できるのめちゃめちゃうまいっすね。すごい。あれはでもあんな感じで王者がデコテだったりとか抜き戸を狙ってどんどんこうやって打ってるじゃないですか。こうやって触って技を出しておくことが大事なんですよ。技出しておかないとタイミングがつかめなくて、例えば今の返し手とかも打てないっていう感じになってしまうんで、今みたいな技をちょんちょんって出しておくことが非常に大事ですね。うまいな、インスの反応が。で、僕が今注意してたのが、今みたいな、小手技を出しつつの上技を注意してるっていう感じですね。いやー、苦しいなぁ。2本取り返さないといけないからね。技を出してるから別に時間空費っていう感じでもないんですよ。あー、うまい。ということで、まあ、大将がですね、鶴選手が勝ったことによって、優勝は神崎中学校さんっていうことですね。おめでとうございます。いやー、面白かったですね。久しぶりに元気のある試合を見させていただきました。明豊中学校さんも前2つ勝ってから、これもったいないです。正直に申し上げますと。なので、やっぱ後半後手後手になってるというか、守りに入ったところがもったいないかなと思ったので、そこはですね、また今後改善していけたらいいんじゃないかなと思います。神崎中学校さん、優勝おめでとうございます。ちょっとこの後にですね、前日の一部始終をお届けしたいと思います。神崎中学校さんともお話ししているので、それではどうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これね、僕の名前なんだけど、名前覚えて書いてね。みんな知ってるよ。インスタグラムとかみんなやってる。はい、ありがとうございます。インスタグラムの QR コードとか、あと市内買ってくれた人、はい、市内ありがとう。今日使ってる。
教員は向こうの試合袋にあります。あ、それダメだ。気をつけて。練習試合だからね、大事に使わないと。今どこが中学生一番強いの？神崎です。俺たちです。俺は楽しみだな。明日だって決勝戦残ってるでしょ。はい。楽しみだね。この前ね、動画でも言ったんだけど、一生懸命、なんで一生懸命してね。日本の伝統的剣道、正しく世界へ。